皆さんこんこにちはマシンガン山北ですはいマシンガンガの、ね、YouTube はですねいつも野球ばっかりっていうところでですねまた今日もですね野球のお話をしようと思って久しぶりに使うんですけど「ベースボールラブ」っていうところで,ですねお話をさせていただきたいと思っております。 実は、ですこ、ね、こうやってがっつりプロ野球という本を買ってここに書いてるんですけど、ドラフト特集号というところでですね、マシンガン、ちょっといくつかお話をしようと思ってるんですけど、最近ですね、ドラフト1位の公表ていうのがですね、なんか多いなぁと思ってあの今日です、ね、あのこのね、10月のですね、12日の、ね、現時点で4球,団4球団がですね、公表しております、まあ、巨人の方がですね、高松商業の浅野選手そしてですね、ホークスがですね、イヒーネー イツ選手、はい、誉高校のショートですね。はい、でですね、西武ライオンズがです、ね、早稲田の4番、蛭間選手をです、ね、あの公表しましてで、日ハムの方がですね、 まあ、二刀流って言った方がいいのか、3刀流って言ったの方がいいのかわからないんですけど、日体大のですね、矢沢投手の方をですね、公表しております。で、その中で、ですね、まあ、ねいろいろ新聞を見たりとか、ね、いろんな記事を見ていく中で、中日がですね、地元のね、姫選手いか、行くんじゃないかとか、ですね、行かないんじゃないかとか、まあ、立浪監督は今年は公表しませんということをね、言っておりまして、今、ね、ちょっと私の中での予想を言うと、ですね、ファイターズはもうこのまま公表して、あの矢沢こ、ね、う太選手。 でね、中日のほねソタニ選手、まあ、白鵬大の,、ね、あの左ピッチャー、まあ、左でナンバーワンと言われているピッチャーかです、ねまあ、東芝の吉村投手、まあ、この2人のどちらかじゃないかなというふうにも言われておりますし、もしかしたらです、ね中,央ね、中央大学の森下選手かもしれないという外野手、あるんですけど、まあ、昨年、ブライドケ健太選手、鵜飼選手を取っておりますので、まあ、バランスを考えたらピッチャーなのかなと思っていますで。広島カープもです、ね、ソタニ選手 あの吉村あすみませんソタニ投手吉村投手じゃないかなっていう風にあってで楽天の方が吉村投手で東京ガスのねあの増田投手じゃないかなっていう風に言われておりますすいません吉村投手は投手場ですねで巨人がですね浅野選手でもあの決めておりますでねライオンズの方も昼間選手であの決めておりますで阪神もですね高松商業の 浅野選手もしくはですね曽谷選手っていうところ、曽谷投手っていうのがあるんですけど、もしかしたら大阪桐蔭のですね松尾志を補修をですね高校ナンバーワンキャッチャーの松尾選手をですね取るんじゃないかなっていう,ふうに見ております。で、ホークスが伊比いつ亜選手ですね、で、ベイスターズも浅野選手、でですね、あのー、で、あのー、すみません、ベイスターズが浅野選手、で、バッファローズもですね浅野選手、まあ、吉田正尚選手のね2世ということで、もしかしたら来年ですね、ライオフ。 あの吉田正和選手がですね。出るかもしれないっていう fa でですね。メジャーに行くかもしれないということで、やっ浅野選手がやっぱ同じような体型で欲しいっていうところもあります。で、ヤクルトも浅野選手、粗谷選手っていう風に見てます。でもその中でですね。マシンガンがですね。ちょっと注目に挙げてるね。選手がねいるんですけど、僕はですね。今回ですね。アジア大学の内野手の田中ね。幹也選手。 がいまして、まあ、アジア大の内野手なんですけど、まあ、ロッテが行くんじゃないかなっていうふうに見ております。まあね身長がですね166センチ、64キロなんですけどままあね、まあ、スピードが異次元クラスっていうところで高部選手と田中選手のですねまああの異次元な1番、2番コンビで盗塁がですね2人でまあどうかしたら100は言い過ぎですけど80ぐらいいく素材もしくはですねロッテの方がですねまあ吉井ね監督まあ、この件もまた話すんですが監督の、ね、話もですねまあ田中選手がねまあ ロッテかなっていうふうに見ておりますけど、まあ、ロッテもですね山口選手とか、ですね、まあ、大砲もいるんですけど、もう,もうそろそろですね大砲、まあ安田選手、ね、藤原選手、まあ、平沢泰果選手、山口選手って、まあ、 若手いるんですけど、やっぱね、ここは社会人、大学生のですね打てるバッターが欲しいなっていうふうに見ております。僕は田中美希也選手、結構、今年ね、注目じゃないかなと思って、まあ2巡目あたりに来るのか、外れ位置で来るのか、ちょっと分かりません。でですね、まあ、次にですね私がもう1人ね、注目を上げるのが、です、ね、都市対抗の MVP だった大阪ガスのですねまああの川野投手なんですけど、まあこちらもですね、まあ評価をちょっと落としてるんですけど、 まあね、どういった感じになるのかわからないんですけど。私はですね、こういった感じで川野選手いいんじゃないかなっていうふうに思っております。まあ、じゃあ社会人でですね、吉村選手の方がですね、ちょっと今、まあ、ここの夏以降、評価上げたんですけど、私はやっぱ川野選手がですね、いいんじゃないかなっていうふうな部分もやっぱあります。で、ですね、まあ、次にですね、まあ、ドラフトもですね、結局、まあ、ホークスがなんか今回ね、四軍戦に行くとかって、なんかいろいろお話ししてます。で、また育成でいっぱい取るんじゃないかっていう噂もあるんですけど。 まあね4軍はどうかなという風な部分もね私は思います。でですねやっぱ今までですねまあいろいろまたこういったお話もしていこうと思ってるんですけどこちらメッツのですね加藤選手がですねまさかま,まさかというわけじゃないですけどもしかしたらですね日ハムが指名、もしくは他球団もですね指名するんじゃないかって言われてますし。し まあね皆さん、パナソニックに行った吉川投手、覚えてますか吉川投手もですね、まあ、メジャーに行って、まあ、活躍はできなかったんですけど、まあ、どこかの球団、まあ、横浜が取るんじゃないかという噂もあります。で、私はもうやっぱ高校生の中でやっぱ注目なのは、日本航空高校のですね内藤ね。ね あの内野手、まあね打ったらですねあの化け物みたいに飛ぶっていう風なところもありまして、まあ、マシンガンもですね今後、やっぱ僕だって地元ホークス、福岡好きっていうところで、ですねホークスのね指名予想1位からですねままあ、まあ5位ぐらいまで指名して、まあ、その後育成10人ぐらい指名するんじゃろうと思うんですけど、じゃろうていう、今、ちょっと広島弁でたんですけど、僕、広島じゃないです。というところで,で、すねまホ、あ、ークスの5人ぐらい、こういう選手が欲しいなっていうのをマシンガンの期待も込めて、ですね、まあ、ちょっと近々発表した,いなしたいなと思っております。まあね こうして好評をやってるんですけど、まあ好評をしても一本釣りできないのかドラフトっていうドラマがありますんで、まあ、マシンガンがまだこうしてちょこちょこ野球のお話、ドラフトの話もしていきますんでベースボールラブっていうところで,ですね。まあ今後とも皆さんよろしくお願いします。まあね、この番組を見た方はですね、いいねマーク、コメント、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。